ドラえもんのび太の宇宙小戦争は月刊コロコロコ,ロコミック1984年8月号から1985年1月号に掲載された大長編ドラえもんシリーズの作品及びこの原作をもとに1985年3月16日に公開されたドラえもん映画作品大長編映画ともにシリーズ第6作キャッチコピーは 地球に不時着した小さな宇宙人パピ、ピリカ星を救え、いざドラたち5人の戦士は宇宙へ。また、2022年に本作のリメイク作品である、ドラえもんのび太の宇宙小戦争2021が公開予定。同時上映は、忍者ハットリくん、パーマン忍者怪獣実報 vs ミラクルラン。ガリバー旅行記のリリパッド国防検端をモチーフとし、また、 アメリカ映画、スター・ウォーズに対するオマージュ要素、加えて、古典 SF、縮みゆく人間も、発想のヒントとなっており、同作で小さくなった、主人公が、玩ングの家で生活する、シーンなどが、本作に影響を及ぼしている。なお、作者は、以前に、前述の小説、映画のオマージュである短編、天井裏の宇宙戦争を発表していた。大長編ドラえもんで、唯一、 連載時最終回の後半部分を袋閉じにする趣向が用いられている。これは読者の結末への想像を膨らませ、注目させるのが狙いだった。大長編ではドラえもん伸びた静かとジャイアンスネオというメンバー構成が多いが、本作ではドラえもん伸びたジャイアンと静かスネオのチームで行動している。特にスネオの活躍が顕著であり、物語のキーパーソンとなる。 彼のラジコンの操縦テクニックや天才メカニックとしての地位が確立し、この特技は後作にも活かされていくことになる。前年度のドラえもんのび太の魔界大冒険と同じく公開当時は作品冒頭にドラえもんとのび太が出演する短編アニメが上映され、入場者プレゼントであった友達カードを紹介していた。この短編アニメはビデオ DVD 版では、 未収録。スネオの趣味でアマチュア特設映画を作っていたのびたたちはピリカ星から来たという親指ほどの小さな少年パピと出会う。そんな彼らの前に突然クジラのような形の宇宙戦艦が現れ映画の舞台装置を熱戦攻撃で破壊して去っていった。パピはピリカ星から亡命してきた大統領であり独裁者ギルモアの手に落ちた ピリカ星の情報機関プシャが地球までパピを追ってきたのだ。パピを守ることを約束するドラえもんたちだが、静かを人質に取られた上、ドラえもんたちがスモールライトで小さくなっている間にスモールライトを奪われてしまった。ドラえもんたちに迷惑をかけまいと、パピは静かの身柄と引き換えに自ら投降し、プシャ長官ドラコルールの手に落ちてしまう。ドラえもんたちは、 スネオの作ったラジコン戦車を武器に、スモールライトを取り戻し、パピを救い出すため、パピの愛犬ロコロコの案内のもとピリカ星へ旅立ち、ギルモアとの戦いに臨むことになる。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。